ワックーのタイムトラベル第3話、三ツ矢ブランド勝つ工場委員会編。次にワックーがやってきたのは2003年の朝日飲料会議室。お、21世紀だ。勝つ工場、どうやって？キヤスさんの記録だ。品質を追求し続けるポリシーがある。これまでもこれからも。そうだそうだ、原点回帰、原点回帰。いいぞいいぞ、ナイスみんな。よし、飲んでワープだ。次は何世紀かな。いっけー、見てね。朝日飲料